男女共催のテニスツアー大会、ブリスベン国際、12月31日開幕、オーストラリア、和東化、公式 X、旧ツイッター、で出場予定選手を発表。女子の元世界ランキング1位で出産から復帰する大坂なおみ、フリー、がエントリーした。出場を公言してきた全豪オープン、OP、24年1月16日開幕、メルボルン、 に向けての前哨戦となる写真、出産前のベビーシャワーで幸せ笑顔。大阪は自身の X で大会 X の投稿を引用し、来年最初の大会にとてもワクワクしている。ブリスベンに行くのは久しぶり、と投稿した。公式サイトにも、コートに戻って試合することに行っても興奮している。いつもブリスベンでシーズンをスタートするのが好きで、 戻るるのが待ちきれないいとコメントを寄せている大阪は今年1月12日、第1子妊娠を公表し7月に女児、シャイちゃんを出産。9月の全米オープンでママとして初めて公の場に登場し、オーストラリアからツアー大会に出場したい。全豪、もちろん、と宣言していた。パリ五輪への出場にも意欲を見せている。 9月16日に26歳の誕生日を迎え、自身の SNS では母親としての葛藤を綴りながらも、今の自分はとにかく前進するのみで全て何事もなるようになるんだという確信にたどる、たど、りつきました、と心境をとろ。10月25日にはトレーニングしている様子を動画で投稿し、力強いショットを披露している。